大人の遊びをしようじゃないか。レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、来たか。ファングプラス、ソクル、テスラ、2倍ブルの暴落がということでね。まあ、どうなっているのか確認しに行きましょう。現物のアメリカの株式の取引は大人のたしなみです。作戦会議、スタートです。こういうね、大幅下落っていうのは突如訪れるということで、その時に焦らないためにはね、しっかりと玉銭を用意しておきましょうと、何でもね、コツ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 貯めておくことが大事ということで、私はモッピーをしております。モッピー登録はね、説明欄にあります。無料登録できますので、ね、まずはモッピーを登録してね、ポイントをガンガン稼いでいきましょうと。モッピーのポイントは現金に変わりますと。そして、モッピーで別にね、お金を使わなくても、第二の収入、ポイ活、副業するより楽ということでね、ポイントがガンガン稼げていけるということに、ね、なりますので、転ばぬ先の杖、まずは大幅下落株がね、したときに買えるようにね、少しでも、まあ、収入の方を増やしておきましょうと。さあ、ソクルですね。急下落が来ました。こうハイテクが売られてというようなね、状態で、別にソクル自体が何かね、あったからといってね、下落したわけではないということでね、高値をね、更新して、70ドル超えて、やったー !10 倍だーとかってね、喜んだ後、大幅下落が来たということでね、これが面白い。高値更新からの下落ということでね、測ったようなね、高値更新からの下落でしたね。そして、日足の方を見ますとね、まあ、ここね、3営業日ぐらいのね、上昇をすべてね、吹き飛ばすぐらいの下落っぷりということで、まあ、これがね、暴れ馬、ソクルということにね、なっております。まあ、このままね、下げていくのかというところで、空売りデータの方をね、見ますと、まあ、そんなに空売りの方はね、大きくなってないんですよね。そして、まあ、徐々にですけれどね、まあ、残の方も、まあ、減りつつあるということにね、なっておりますので、まあ、この後ですよね、はい、ソクルが持ち直していくのかどうかということで、ただね、こういう大きな売りっていうのはね、一日では終わらないと言われますし、まあ、今日金曜日、週末マーケットということもね、ありますので、まあ、ひょっとすると、今日も売られるんじゃないかと。その売られたところあたりが、押し目ポイントになってくるのかな、なんていうふうに思っております。終わり値が 61.99 ということですからね。まあ、これどうでしょうか。50ドル台になったら買われる方もいてるのかなと思います。五木ソクルは、プラス 794.64% と。まあ、昨日ね、10倍を超えたんですけれど、一瞬。その後押し戻されているということに、ね、なってきます。ただこれぐらいのね、大幅にね、プラスがついてると、これぐらいの下げってね、なんとも思わないんですよね。ああ、そのうちまた掘ってたら上がっていくだろうということで、ね、このギリギリで持たられてる方が結構焦って、損切りなどをね、増してしまうということに、ね、なっていきます。さあ、テスラの下げにはね、これ、しっかりと、原因がありますということで、ロボタクシー8月8日にね、発表というね、ことだったんですけれど、この発表を、10月に延期ということで、まあ、ハイテクが売られる日に、たまたまこのね、情報も重なって、テスラは大幅下げになっていると。イーロン・マスクがね、この8月8日にロボタクシーの発表をすると言ってたんですけれど、まあ、10月に延期したと。そしてこのことに関して、まあ、マスク氏とは、コメント要請に応じなかったということでね、なんか言えよって。なんかカバーすること言えよというふうにね、まあ私は思うんですけれど、皆さんどう思われますかというね、ことで。さあ、日足の方のね、チャートを見ますと、まあ出来高もね、大量についてますし、まあここまで急上昇してましたから、正直な話ね、それの利確組が入ったと。いうことで、もうこれはもう初めから想定内でね、どこで下落していくのか、どのタイミングで下落していくのかというのをね、まあ見ていたというところがありますので、ここは想定内です。ただしね、時間外取引、場中と時間外取引で、すでにね、20% 以上の下落してますんで、もう一発ね、金曜日のマーケットで下げてくれるところがあれば、押し目買いになるんじゃないかなと。ここでしっかりとね、スポット購入をすれば、再度上昇していった時のテスラのね、利益っていうのをね、取れるんじゃないのかなと思っております。空売りデータの方ですね、若干細ってきてるということになりますし、まあ、空売りのね、残の方はあまりね、まだ消化されていないというね、状態です。さあ、
まずね、ここ、ポイントはね、終わり値が 13.24、そして時間外取引で 12.67 に、ね、なっていたということで、うん、これはね、どうやらマネックス証券の基準、私の、ね、取得価格よりも安くなりそうだなということでね、マネックス証券は全売却しております。逆に特定口座の方は買い増ししているということに、ね、なりますので、まあ、何をしているのかというと、まず買い増しした部分ですよね。それは金曜日に急上昇をかけていった時にしっかりと利益が取れるようにということで、72株追加して312株にしております。ただし、トータルリターンはマイナス 13.48。円ベースで見てもマイナス 7.63 ということになっております。さあ、金曜日上昇していくと、ここで追加購入していた分が報われると。動かしていないのが230株のところですね。こちらはドルベースで見てもプラス 78.16、円ベースで見てもプラス 80.74 ということで、まあ、前日よりはね、大幅に下がってますけれども、まあ、しっかりとね、はい、こちらの方は慌てることもねなく一旦下落が来るのはもうここ想定内ということに、ね、なってますから、この後の反転上昇でテスラの最高値をねしっかりと狙っていきたいと、ですからこれは動かさずですね。でマネックス証券の方は先ほども言いましたけれど 12.6 の平均取得価格、ここより下がりそうだった、もしくは金曜日下がった時に買い戻しできるようにしっかりと全売却かけましたと。買い付け余力は3100ドルになっているということになりますので、まあこれをもちましてね、上昇していっても下落していっても大丈夫なポジション構築をしたということになります。株は上がるか下がるかね、レンジに入るかしかありませんからね。さあ、買い戻しできるのかということでね、金曜日、売りは1日では終わらないの格言通りにね、しっかりと下がっていくのかどうか見ていきましょう。TMF、こちらは思ったほど伸びなかったなと思うんですけれど、まあ、CPI の発表を受けてですよね、まあ、しっかりと上昇はしていると、窓は開いているという、ね、状態になっております。さあ、今日の PPI でもう一回叩き落とされるのかね、どうかというところ。まあ、このままね、上昇していくようだとちょっと買い場は逃したのかなと。ただ、今日の PPI で一旦下げて50ドル割ることがあればね、またそこが買い場になってくるんじゃないのかなと思ってます。はい、DPST ですね。こちらはね、爆上げということでね、はい。ハイテクは結構ね、売られているんですけれど、違うセクターはしっかりと伸びているというところもありますのでね、まあ、全セクターで、下げているというわけではないので、まあ、暴落が来たわけではないだろうなというふうにね、考えております。暴落が来たらね、もっと TMF がね、上昇してないとおかしいんじゃないかなというふうにね、感じておりますから、ここは一旦のね、調整が入っているということでいいのかなと。DPST はそんなね、調整関係なく上昇していってるということで、まあちょっとここはね、飛び乗っていくわけにはいかないですね。QLD の方もね、大きく下落しておりますということでね、まあこの3営業日、4営業日の上昇分をまあ吐き出した状態。まあけれど、これぐらい下がるのは当たり前なんでね。まあ、あとはね、しっかりと来週ぐらいから最高値、さらにね、更新していってくれるのかどうか楽しみにということですね。そして、1日遅れで出ますレバナスは、なんかね、今の大幅下落を見た後で喜びづらいんですけれど、最高値を更新してます。46,178円ということですね。ただ今日出てくる基準価格、下がるのは分かっているんでね、なんかいまいちね、はい、喜びづらい最高値更新でしたと。さあ、10年債の方ですね。こちらも下髭ついてるのがちょっと嫌なんですけれども、しっかり下落してきてると。あとはね、今日の PPI でもさらにね、利回りが低下していってくれると、株価のね、全体的な底上げに結構ね、関わってくるんじゃないのかなと思います。で、ここがやっぱりね、ポイントで、2年もの10年もの超短金利差、逆転、逆イールド解消ですね。結構ね、最近の中では縮小してきまして 0.301 ということになっておりますので、逆イールド解消するまでは株価が上がるとするならば、逆イールド解消が近づいてくると暴落が本当にね、起こっていく可能性があるということになりますんで、まあ、今回の下落が調整で終わるのか、それとも暴落につながっていくのかは、この超短金利差逆転、ここをね、しっかりと観測していくしかないと思っております。まあ、ファングプラスの方もね、まあ、しっかりと下げているということがあります。どうなんでしょうね。今年から投資を始めた方、最高値で300万とかね、入金された方がいてると、
SNS などでね、見てますけれど、そんな人ってこの下げで、びっくりともしていないのかななんていうふうにね思います。投資初心者さんほどこのまま下げていくんじゃないか。特にね、金曜日、今日もね、株の売りは1日では終わらない格言通り、今日も下げたらね、結構損切りする方がいるんじゃないかなというふうに思ったりしてと。そして1日遅れのファングプラスはね、最高値を更新していってるということで、あんまりね、本当さっきのね、エレバナス同様、喜べないですけれど、67,148円ということにね、なっております。まあ、いつきテスラの方もね、下げてますけれど、これはインデックスとね、ETF でね、1日遅れというところがありますんで、金曜日の基準価格が、まあ、ファングプラスの基準、最新基準価格ということになりますけどね、まあ、テスラの方も先に、基準価格安いの発表してます。80.74 というね、ことになっております。まあ、ファングプラスのね、リターンはしっかりと取れているとは思います。あともう一発上昇した時にね、これは利確してしまいますんでね、トータルリターンがプラスとかマイナスっていうのはね、ほんと株でね、一喜一憂ということになりますからね。そして、いつきレバナスはとうとうね、93.96% 上昇ということになっているんですけれども、まあね、明日下げますんでね、80% 台に戻るということは分かっておりますのでね、さあ、来週以降どうなっていくのかどうかもね、楽しみだということですね。そうしまして、2023年の実現損益は3月から12月で累計$4,663.46でした。2024年に入ってからはね、若干足踏み状態ということですけれど、7月に入ってからはじりじりと伸ばしておりまして、$139.11までね、増えてきました。これによりまして、実現損益プラス$451.97ということになっておりますので、さあ、テスラの復活がないと利益が乗らないぞということになります。まあ、今日のね、金曜日は下げてくれていいと思ってますんで、来週以降ですね、反撃態勢整えてほしいと思います。さあ、利下げ観測が大変なことになっております。ということで、7月利下げがないのは当たり前。9月 84.6% の人が利下げがあると見てます。しかもですよ、11月には2回目の利下げがあると。さらに12月には3回目の利下げがあるかもわからないってね、なんか都合のいいようにシナリオが進んでいってるんですけれど、これ大丈夫なんでしょうかということで、さあ CPI の方がね、出てきまして、CPI 全体的にね、軟化していってる、しっかりとインフレが低下しているというね、データの方が出てきまして、プレまでは上昇したんですけれど、マーケットが開いたら下落したと。これが恐ろしいとこですね。今までだったら、この数値が出てくれば、株価はね、場中でも上昇していかないといけないのに上昇しなかったということで、そろそろね、転換期が訪れようとしているのかもわかりませんと。今日はね、生産者物価指数の方が出ます。こちらの方はね、若干インフレが巻き戻っているんじゃないかという予想になっていると。昨日ね、インフレが低下しているというデータで株価が下落してますんで、じゃあ今日ね、インフレが再燃していると、巻き戻っているというデータで株価が上がるのかどうかっていうところね、見ていきたいと。グッドニュースはバッドニュース、バッドニュースはバッドニュースのようなね、気もしますので、まあ今日金曜日ですしね、下げんじゃないかなと思いますんで、まあ下げたところでね、あんまりビビらないようにね、まだ本格的な暴落が始まってるなんていうことはね、考えておりませんと。絶対に負けない取引、株価が下がれば含み損増えるのは当たり前、利益もすっ飛んでいきます。株式は下落と上昇を繰り返していきます。損切りの必要はありません。株価戻るまで余裕ぶっこいて観戦。ただし安くなったところでしっかりとね、買い戻せる資金をどこからか用立てておかないといけない。労働収入から用立てれる人はそれでいいですけれど、私は労働収入からの入金はストップしてますんで、しっかりとね、エマネクス証券を打ったということですね。株で勝つためには入金力、これを高めていくしかないということで、もう一日下げてね、しっかりと押し目を作っていただいて、そこでがっちりと購入していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。